こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。アマゾン輸出マニュアル、オーストラリアアマゾン輸出マニュアル、特別モニター募集ページです。あなたがあと10年以上生きるなら、自力で稼ぐスキルは必須です。これからの日本人を待ち受ける問題、人口減少、年金問題、不景気の長期化と。日本でだけ完結してこの問題を 解決するのはちょっと難しいです。そこで日本人が今のうちに身につけるべきスキルは輸出ビジネスで稼ぐスキル。この申し込みページを読んでいるあなたに朗報です。初めてすぐに簡単に稼げて、しかも本業並みに稼げる副業があります。オーストラリア,アマゾンを使った輸出ビジネスです。オーストラリアの購買力は日本人が想像するよりはるかに大きいです。 12月26日、ボクシングで、その開けたバーゲンの売り上げ、1日でなんと2000億円。これが去年のオーストラリアのボクシングで開けのバーゲン、1日の売り上げです。まあね、多い。金額が多いというのはわかるんですけど、どれくらい多いかというと、まあ日本で一番大きなデパート、三越伊勢丹の2ヶ月分の売り上げ、これが1日で売り上がると。 え、三越伊勢丹、年間1兆2000億円ですか、月間1000万、1000億円ですね。三越と伊勢丹合わせた三越伊勢丹ホールディングスの2ヶ月分を1ヶ月で売り上げ、1日で売り上げると。まあ多分これはね、ほとんどの日本人がイメージしてる、えー、よりもはるかに、えー、すごい大きな売り上げだと思います。で、今、 まあ、アマゾン、まだ始まって間もなくてね、システムも完全とは言い難いんですけど、まあ、すでに、えー、月賞1億円ペースで、えー、売ってる出品者も見受けられますし、まあ、おそらく、ここより売ってるとこもあると。ね、えー、もう、だから、えー、1000万とかね、えー、そういう金額だったら、まあ、えー、ゴロゴロ出てきてますで。初期から参入してる、まあ、このバイグローバルが、まあ、えー、現在、5189件の評価。 で、評価はだいたい20人に1人しかつけない。あるいはそれ以下しかつけない。ということで、今までね、10万件以上の取引してると。で、初めの頃はね、えー、ほとんど、まあ、売れませんでしたから、まあ、それ考えるとね、今だいたい月間2万件ぐらいは売り上げてんだろうと。1件単価5000円でも月収1億円。1件単価もし1万円届いてんだったら月収2億円ですね。 まあこれぐらいの販売が楽にできるポテンシャルをアマゾンは持ってます。で、今回、私がこのオーストラリアアマゾン演出マニュアルを作ったわけ。これはね、間違えたノウハウやツールを復旧させて、日本人セラーの評判を落とすのを避けたいと。アメリカの時はね、ツールですごい大量出品してね、 何出品してんだかわかんなくなって注文入ってもね、その商品が手配できないとか、そもそもカタログ間違えててそんな商品はないとかね、そういうお粗末な事態が結構ありました。まあ、おかげでね、初めの頃は日本人、に商品を売っ,売ってくれる、まあ、えー、ウェルカムなセラーって感じだったんですけど、まあそのツールの台頭でね、トラブルが増えたあたりから、 なんかめんどくさい要求をするし、わけのわかんないことをするね、えー。どうでもいいというか、えー、まあ、あんまりいない方がいいセラーと、ね、までは言っちゃ言いすぎですけど、まあ、アメリカなんかで今それに近い感触でね、えー、些細なことでアメリカアマゾンでアカウント削除されている日本人はたくさんいます。れ一重に日本人、めんどくさくてわけわかんないと、ね、いうのが、えー、一番の理由です。だからオーストラリアにはそんなことにはなってほしくないと。 で、それから、このマニュアルは自分が使いたいマニュアルと。ね、私がこの、えー、e a y を始めようとかね、えー、なんか情報商材でも作って売ってみようかなとか、えー、インターネットを使って稼ぎたいと思った時にね、まあ、マニュアルとかね、軸とかあるんですけど、まあ、マニュアルがないしろ膨大なね、えー、数で、えー、ページ数がね、 4000ページとかね、膨大なページで、えー、もう、なんかそれ聞いただけで読む気になりませんというような感じとかね、まあ、塾なんかに至ってはね、えー、わかんないことを教えてくれると思って入ってみたら、ね、それぐらい自分で調べないと力がつかないとかね、それは教えてませんとかね、はっきり言って役に立たなかった。まあ、そういうんじゃなくて、ね、やろうとしたことができるところまで教えてくれる、あるいはね、えー、わかる形の マニュアル。どうでもいい情報を8000ページにするんじゃなくてね、肝、えー、である情報を A4 用紙1枚にまとめてほしいというようなのがね、やっぱお金を払う意義だ,意義だと思うんですけど、まあ、そんな形に近い、ね、週3回送るメールマガジン、それを見てその通りやっていくだけで、Amazon 室の販売準備完了というところまで、ね、持っていけるマニュアルを作りました。自分が使いたかったマニュアルです。 そして普通の人が正しい稼ぎ方を理解して実践できるマニュアルと。ねまあ、大抵ね、稼ぐのを教えてる人はね、片手目に教えてるような人はすごいね、根性があるか、えー、あるいはね、早期に始めてたまたま運が良かったかって方が多いんで、まあ、非常に再現性が低いと。ね、そうじゃなくて私は教えるのを専門にやってますんでね、えー、普通の人が、まあ、ちゃんと再現できる、実践できるノウハウ、それをマニュアルにしてます。 今、初心者がパソコンを使って稼ぐなら、オーストラリアアマゾン輸出が一押しです。安く買った商品をね、高く売って儲けるという物販ビジネスは、シンプルで結果が出るのが早いです。中でもおすすめは、オーストラリアアマゾンを使って輸出ビジネスです。物価が安い国、日本から物価が高い国、オーストラリアに輸出するビジネスは簡単です。日本は物価が安く、オーストラリアは物価が高い。 ほとんどの日本人は意外に思いますが、今の日本の物価は安いです。一方、オーストラリアの物価は高いです。所得も今の日本人の所得は低いです。一方、オーストラリア人の所得は高いです。日本人の年収分布で一番多いのは年収200万円からです。オーストラリアの平均所得は約712万円。 しかも、オーストラリアは共働きをしやすい制度になってますのでね、平均世帯収入は1424万円です。この違いがありますからね、でこのね、えー、日本だと、まあ、仕事はきついしね、給料は安いと、ねえー、でも、えー、大学出てないし、大手には就職できないとかいう方がついてるような仕事、まあ、サービス業のね、飲食とかサービス業の低い給料の仕事、 それでもオーストラリアは平均所得700万円もらえます。これがやっぱね、オーストラリアの消費欲が、購買力が強い一番の原因です。そういった状況なんで、オーストラリアでは高く売れる。日本では商品が安くないと買える人がいないということでね、物価が安いんで、日本には儲かる商品がいくらでもあります。例えば、100円ショップダイソーで買った商品が何枚もの値段で売れています。 このように、これ売れた事例、ランキングつくね、amazon だと売れるとランキングつくね、ランキングついてる商品ばかりですけど、3倍からね、10倍とか、中にはもっと高く売れてます。100円ショップの商品でも。で例えばね、えー、ベイブレード、日本だととっくにブームも過ぎ去ってますけど、それでもやっぱ3倍で売れてると。でね、えー アマゾンまだ始まったばっかりなんで、正直販売、売れてる商品を見つけるんだったらね、オーストラリアで売れる商品を見つけるんだったら、eBay の方がたくさんの商品を見られます、見つけられます。でそこで見るとね、もうこの家電商品の中でも、元が結構高いのに、ね、さらに高く売れてると。31,689円で仕入れて、59,507円で売れると。 ねえー、こんだけ差額になるのは今アメリカとかじゃまずないですからねオーストラリアならではです、まあ、さらにね、えー、いろんな商品がありますゲームのコントローラーもありますし、ねえー、コピックペンプラモデル、ね、あれはこれありますでプラモデルのこの部品なんかに至ってはねどうしたんですかという形でね出してる人がたまたまいない、えー、商品だったんでしょうね1600円で仕入れたのは、えー、なんと、えー 5.7倍、ね。9000円で売れてると。これ、多しすぎますよね。で、こんな商品でも高く買うんだという商品が高く売れてるのが、やっぱオーストラリアの特徴ですね。で、今はやっぱりウイスキーなんかも、えー、高いです。まあ、これはライセンスないと売れませんけど、まあ、高く売れるものはこのようにいくらでもあります。で、始まったばかりのオーストラリアアマゾンは、今が絶好のチャンスです。ね、まだオーストラリア、えー、テスト運営期間中といったところです。 最大の都市、シドニーに物流センターはオープンしてません。システムも不備が目立ちます。まあ、他にもいくつかね日本やマゾン、日本やアメリカと違った運用をしています。でまず、6月19日、プライムサービスが開始されました。アマゾンといえばプライムって感じなんですけど、6月19日までプライムサービス提供されてなかったんですね。そして間もなく、えー、シドニー物流センターがオープン予定です。これらの ねえー、これからますます売りやすく、ね、購買力が増えていくオーストラリアアマゾンそこで今のうちから売れる商品を見つけて12月の先ほど言った1日2000億円入れるボクシングデーの書き入れ時に備えましょうで分からないことは気軽に聞けば解決するサポートがついてますテンバーアカデミーのサポーターは儲かる商品を見つける方法を手取り足取り根、えー、節丁寧に教えるのが最大のメリットです サポートを受けた人たちの実績、3ヶ月から半年で3000ドル、6000ドル、1万1000ドル、2万1000ドルという数字が、ね、上がっています。私がアマゾン輸出を教えるのに心がけていること、これは、ね、簡単なことでも教えると、同じことを100回聞いても OK です。それと戦略づくりを重視するというのを、ね、重点的にやっています。 で私はインターネットを使って稼ごうとしたときに、初歩的なことでつまずきまくりました。まあ、ネットショップを作るのにね、どこのサービスを使えばいいかわからないとか、ホームページを作りたいけど、ドメインの取り方がわかんない。あるいは ebay 輸出をしてみたいけど、英語が読めなくてどうすればいいのかさっぱりわかんないとで。今考えるとね、誰か初歩的な質問に親切に答えてくれる先生がいれば、まあ、3年早く稼げたと。 まあ簡単でつまらないことにつまずいたおかげで、まあ、随分儲け損なったなと、そう感じます。そこでネットビジネス初心者が、どんな簡単な質問をしても歓迎するサポートをしようと決意しました。私のサポートは、それぐらい簡単にわかるでしょうということまで喜んでサポートします。今までもその超初心者向けに本も書いてます、出版してます。アマゾンで普通に買いますけどね。 アマゾンエストの方はね、えー、これもう、あの、だいぶアマゾン進化しちゃって、えー、画面編成を詳しく書いたね、のがあだとなって、今じゃほとんどね、参考にならないんで、あれなんですけど、まあ、もう一冊のね、えー、趣味力でがっちり儲かる個人輸入入門なんかは、輸入の本ですけど、ネタ探し、ね、えー、趣味でやったものを起点するとか、まあ,あのチェックシートとかもつけてまして、まあ役に立つと思います。 今までサポートを受けた人のね、これマリンさん、えー、ボーナス1回分の、えー、所得を初めての、ね、ホリディーシーズンで稼いでいただいたと。でオーストラリアアマゾン、ね、何しろ始めるなら早いうちの方が有利です。